世入ってくぜ。だったらみんな8でもいいんじゃない。大丈夫か。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ、今夜も始まりました、オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの松田圭吾です。お願いします。起床起床圭吾。これだからもう大問題なんですよ。何が大問題？オイルって言えないんですよ。だからもう、言ってるさって。ライン上でオイルって言っちゃうんですけど。だから圭吾カズマさん、もう今後ネタするとき松健って言わないといけないんですよ。ちょっと難しいですよね、本当にね。圭吾カズマさん、あ、もこもこもとしてです。お願いします。僕は買えないかな。あなたはいいんですよ。なんか分からんけど。なんか中地がね、定着したんで僕は。中地がね、誰がよや。もともともとしだし、もこもこもとしだし。はい、中地が？中地がこっちで話してるのたまたま僕ラジオ聞いた。あ、そうなんだ。で、健吾になったよって話をしてた。そうそう、松田オイルさんが改名してね、松田健吾になりました。はいはい。本当にどうでもいいって言ってた。本当どうでもいいよ。あんなツイートがですよ。僕一応まあ解明したんで、しましたっていうのをツイッターに上げたんですけど、はい、見ました皆さん、解散したんかなっていう見た見た、カズマさん兄さん見た、あれ俺こうびっくりした今日。なんか麻雀行く間にこいつに乗せられて、乗せてもらって、でなんとなく見てたらツイッターなんかこいつ上げてるわけよ。解散したんかなみたいな、その書き方、字の配置、そしてびっくりマークもつけない、あの配置。これ解散したんかなこいつと思って、と思ったらな、多分解散したんだぞ。びっくりした。俺あれ解散以外で見たことない図式だったもん。あの文字の並び方はあれ解散以外で見たことないから。ってね、本当に SNS をやらなさすぎて、書き方がわからん。でもこいつキンキンで一番いいね稼いでましたよ。あれが一番キンキンで一番いいね稼いでた、こいつが。名前だったんだ。名前だったんだ。そうそうそう、面白かったっすね。あれが一番稼いでた。キンキン、多分今多分今までで一番稼いでない。ワンちゃん、ワンちゃん、はあ、こんな稼ぎ方もあるんだと思いながらね。本当びっくりした。テイデイのツイッターよりよ意外だったらもう一番稼いでるんですよ。だよな、はい、自分のアカウントであんな稼いだの初めてじゃない。びっくりしましたよ僕は。100近くのいいね。国100解散したんかな。アンチ跳ねといてでもまだ100は行ってない。だから俺は所詮2桁の男だから。で俺次の日エイサー踊って、ありがとうございました、なんか、沖縄本土復帰50周年みたいな、70位ね行って、はいはい、こいつの決死の解散ツイートが一番だよ。まだ93いいね止まって。あ、でも93いいねですよ。ほんと100いいね近いっすよ。行きたい子が来たらもう100 100いいねあります経験ないですよ。ないんだ。僕だ、まあ、基本あんま上げないですからね。100いいねはまあ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 、たまにですよ。たまに一回見とくない。たまにありますけど一回見とくないです。やっぱ友達が少ないんで一回見とくない。ついに大台の100いいねに皆さんツイートし、あ、いいねしてあげてください。もう一回解明するからじゃん。ぜひいいねしてあげてください。でも沖縄グラフの公式とかやってくれる。いや、来るよ沖縄グラフの公式めっちゃ。いやありがたいっすよ。いや、まあ、この前CM もね、出させてもらってたんで。僕一回も CM 出たことないけど、必聴来るよ俺。あ、そうなの。そうそう、別にあれはもう、もうなんかどうせ仕事するから今後。まあね、別に関係なくいいねしますよ。いっぱいいただいてます。ありがたいです、本当に。助かります。はい、ということで皆さん、100いいね生かしてあげてください。はい、あと7いいねなんで。あと7いいねです。押してない人押してあげてください。まだ押してないという方。僕押してないんで。やば、押せ。押すかこれ。押せ。あ、カズマサが押した。ザッサで押した。ザッサで押したかな。ザッサだな。にゃちょっとわかんないですけど。僕はなんか押さないでしょ。押せ。押すこれ。押せ。やば、押せ。押し。俺お前の押してるよ一応ちょくちょく。なんかこういうところにこいつのなんか優しくないとか、なんか違うさこれマジで。なんかここで変になんかコンビ意識するんだよな。気持ち悪いわ。なんか気性いいさ俺がやったら。何が、え、何も気色ない別に。お前別になんかそういうの、いや関係ないからみたいな。うん、だから別に何を意識してるんだろうと思って。なんか気性いいさ俺がいいね。いや別に
全然1入れでも欲しいし寂しいしこっちは絶対お参考いや今後見つけた瞬間全部スパム報告します最高ですよ本当に。ああ、まあ、皆さんあと6入れらしいんでぜひ押してあげてください、はい、お願いしますね。あ、あとでじゃあ、 あのペイデーと、うん、嘘800と、うん、フリーエンジョイゲームズと、うん、俺のてっぺんアカウントと、うん、平成期と、うん、てっぺんの俺のチームのアカウントでいいねしとくよ、うん、なんでやドゥーノでやらんもんでもこれで5いいね稼いでるから。あ、じゃあ101じゃん。あと1おい、うい、違う、99で。あ、99? やーが遅いな、これ。やーのどうした、俺だ。俺のアカウントで全部6個あるんだ、俺は。やーのアカウントで全部押せばいい。裏垢っていう裏垢も昔あったんですけど。すぐ見つけられたんだ、ね。すぐ特定された。すぐ特定された。裏垢っていう裏垢があったんですけど。ダッセーよな。大河ですぐ見つかって。本当にやめました。危なかったですね。あれでいろいろやろうと思ったんですけど。危なかったですね。お箱目指してたんだけど、ね。危なかったですね。一回やってみよう。企画で。企画で。頭おかしいんか。何が？え？何企画で？企画で。別に本当にやるとはじゃなくて、オフパコできるのかっていう企画。オフパコへの道っていうので、俺たちが裏垢をこの大公開の状態で運営していって、うん、本当にオフパコまでたどり着けるのかっていう企画やってみる。たどり、まあまあまあつくとは思いますよ。あ、そうなんだ。わかんないけど。たどり着かさないですけど今は。あ、まあ今はさ、もちろんそれはお互い彼女がいるので、それいかないですけど、できるのかどうか の、 このアポ取りまでいけるのかどうかの検証はしたいじゃないですか。だって俺もうこんなのいっぱいやってたよ俺。お？プロ？え？プロ？いやそういう手はだからもう一通り触ってるから全部。あ、そうっすか。そう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 。わかんないんだよこの辺が。じゃあちんや。あっちにあの、うん、打ち上げやりちんがいるんですよ。かっこ童貞の？打ち上げやりちんかっこ童貞の？この前もなんかあの。なんの？別のイベント行って打ち上げまで行ったって言ってたから、そうなんだ、打ち上げやりちんやしって言ったら死に笑ってた , , 笑うね、そんなんで。あのですだから何ちょ、お前には言ってないんだけど、ちょ大変な、大変、もう俺らのせい、俺らが咎められるちょ大問題があって、めんどくさ、何あの、FM リノワンの今、大丈夫ですよね、うん、YouTube が今、止められてるって、なんでもう俺らのせいです。俺らのせい、なんかやった俺これです。あ、これこれオードブルの深夜に見せてるのが原因で、うん、原因で今止められてる。え、なんでこれ、もうこれ、もうこれもうこれやりちん、やりちんです。あ、やりちんと童貞だ、はい、散々言いまくって、はい、今 YouTube、 マジで YouTube 止める、今 YouTube 流れてないですだから本当にだよね。これ本当の話です。それはグループ LINE で見たんですよ、はい、グループ LINE っていうかあの FM ギノワンさんの公式の LINE、はいはい、僕あの入ってるんで友達してるんで、はい、今 YouTube がちょっとそう、これもここは理由はそれはもちろん言えないですよ、ここではっきりと、うん、でも僕はもうこれ僕らだと思ってます。あ、なるほど、ね、これはもう本当に我々のちゃんと理由も聞いた上、俺はこれ。あ、そうなんだ。キャンさんからちゃんとした理由も聞いた上で、うん、俺聞いてないんだけど聞いていいの俺これ。今言えないです。あ、俺聞きに行ったの。あ、聞きに行ってもいいですけど、これは俺らだということにしようも。じゃあ一回聞いてくるわ、うん、聞いてくるわ、俺らっていうことにしよう。これはだってさこの時間帯にさ、カーセックスって叫ぶような週のメンバーのラジオですからね。これは僕らですよ。だから本当に今 YouTube がちょっと残念ながら止められてるということで、皆さんツイキャスで見ていただければなと思います。あのラジオでももちろんいいんですけども、よろしくお願いします。聞いてきた？聞いてきた？俺らに？俺らだな。ちゃんと理由も聞いた上で、うん、俺らだろ多分。あの横須賀歌丸さんが来た時のあの回が多分俺はダメだ。ねっ、ね、あ、だってね、ずっと国がいろいろ言ってましたじゃないですか。ああ、国に行ってね、国に行って、うん、そろそろマンコ国にしに行くんですが、うん、マンコってあれですよ、那覇にあるやつですよ、うん、まあね、あの那覇の湖の話をしてますから。そうそう、うん、あの人だってあのマンコって書いてる看板の標識の下でペロペロしてる。こんなすごい人がいるのか。天才ガラルだと。こんな面白い人いるのか。大好きだと我々は。やっぱお笑いってそういうことだよなって思ったもん。俺は思ったもん、あの時。そういうことだよ。お笑いってそういうことだよと思って。いろんなお笑いがある中の、いろんなお笑いがある中の偏りきったところだけをピックアップしてるから。お笑いってこれだよなと思って。お笑いあれです、本当にね。あの人たちメディアに出たらまずいことばっかり言ってるから地下に潜ってる、地上波に出てしまう。いやでもそういうことなんですよ。だからそれが一番面白いんです、うん、本当に。そうですよね。そんなどっちかですよ。だからそのどっちでもいいんですよ別に。いいですよ別に。別に。でもだからちょっと我々がこう
原因になってる可能性が高いので、今話聞く限り僕らですよ、僕らです、我々のこのコンプライアンスを一切無視したトーク、はい、本当によろしくないよろしくないですよ、これはこれをなぜ12人か今聞けるのかですよね、本当に不思議ですよ、毎回ちゃんと理由も聞きましたよ、僕も聞いた上で、一応僕らのせいではないんですよ、いや、これですねこれでした、はい、そうです終わりですずっとチンチンの話ばっかりしてますから、我々もね、うん、なんで今日は、うん、下ネタ禁止ということで、下ネタ禁止ですよ、うん、ダメよ、ダメです、チンチンとか禁止ですもんね、言ってる、いや今はまだスタートしてないから、あ、そう、あ、そうか、はい、そうそう、ちゃんとこれもこうチンってやってから、あ、そうそうそう、これがスタート、これがスタートの、これ卒業してから、今のうちに、今のうちに、今のうちにみんなで言いました、今日今のうちにじゃあ国の話もそうそう、今のうちに今のうちに紹介して手間の話も、あ、皆さんもですよ、うん、聞いてる皆さんもコメントも今日下禁止ですもん、禁止でたから、そう、今でも今で出し切って、今でも射精所に向かってるんですよ、乱交セックスとかも今ダメですよ、もう心のザメは今で出し切ってないって、もう抜くなら今ですよ、もうキャンさんも、キャンさんも今、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 言葉の女には今、童貞も禁止で、童貞も禁止ですよ、童貞も禁止か、童貞が理由か、童貞も禁止、今日も、じゃあちょっと皆さんもちょっと今日今で吐き出してください、今日これ以上はもう、これも本当にあの YouTube が一回止められてしまってるんで、もう今日はこれ以上はこれ以上はダメです、大丈夫ですか、皆さん吐き出しました、抜きました、皆さん、まだ抜き足りない、あ、いい子だ、出していいっすよ、今のうちっすよ、あ、なんだろう、今のうちっすよ、中出し、あ、わかんないですけど、中出しはちょっと怖いよね、怖いですよ中出しね、中田と書いて、うじと言える中田、マジ怖いっすよ、いや怖いですよ、マジ怖いっすよ、ほんと皆さん気をつけましょう、ほんとに、そうですよ、ゴムは必須ですよ、皆さん、そうですよ、はい、大丈夫ですか、まあ、もういいんじゃないですか、もう僕もそれ以上のエロワードはもう出てこないということで、今日のもう僕らの話すことは終了したということで、はい、お疲れ様でしたエンディングかけてくださいはい、もう今はもうなったんで、もう今日これ、スタート、今日これ以上、こっから先行った人、うん、本当に、うん、やめとこう、え、やめとこう、やめとこう、大変なことなら、あ、危ない危ない、あの英語禁止みたいに1000円出そうみたいなこと言ったけど、1000円もう大変なことになるやつだと思う、あとこんな公開ギャンブルありますか日本の法で触れられている、そうあれテレビだから大丈夫です、英語禁止ボーリングみたいな、はいはい、あれはテレビの企画だから、下ネタ禁止ラジオみたいな、あー、夜さ死んじゃう夜さ死んじゃうから我々ね、ということで今日はですよ、うん、そのこうみんなと話したいなっていうのがあって、うん、何、始まりってないよね問題がっていう、僕の中でこれね、この前稽古場ひたすら聞かされたわ、でももう僕が言ってることはそういうことじゃないですか、いや、まあそうだけど、始まりってないんですよね、キャンさんも結構ガンガン聞いてください、これちょっとそれこそ宇宙とか概念的なもう哲学ですか、だからそのおかしな話なんですよ、だからその、うん、その宇宙人がいるとか、うん、なんかいろんな話が出てくるわけじゃない、いろんなね、うんうん、こういう、まあまあ、こういう時都市伝説とかだったらね、うんうんうん、まずよ、うん、俺らがいること自体がおかしいじゃないですか、もうすでに、ちょっと待って、下ネタでバンクラーそうなってるのに、うん、あの都市伝説的なやつだったら、うん、さらに食らうんじゃないかな、もうしょうがないよ、そっか、俺たちが悪いから一回一緒やれダメで、責任取るから俺らが取れるか取れ、始まりはあるよ、いや始まりは、私の始まりは精子と卵子が出会ったから、じゃあその精子と卵子の始まり何なんですかってなってくるんですよ、はお父さんとお母さん、じゃあそのお父さんの始まりは何ですかってなっちゃうんですよ、お父さんとお母さんも精子と卵子から出てくる、じゃあその上は何なんですかってガーっていくと、始まりってないんですよ、だからこいつが言いたいのはその宇宙がビッグバンで誕生したっていう、もうそれがおかしいじゃん、もうスタートがおかしいもん、そのビッグバン自体が何なの、それは何ってところが始まってるんですよ、こいつ、そっから始めよう、ビッグバンから証明しないといけん、これはもうG ドラゴンとね、あ、もうキャンさんとやったもん、これ教えててくれるキャンさんと死にこすったこの話、じゃお前が来る前にごめんな俺が来る前にお前が来る前にやるなよ、死にこすってしょ、あ、1000円です、1000円です一人に1000円です、いや、俺こすったしか言ってないよ、いや、手の動きが合うてる、手の動きが合うてる、後で僕らに500円ですけど、いつもおごってもらったりするのにさらにここで俺たちお金取っていくの、腐れ気にしかねえな、だその僕が好きな漫画食糧人類って漫画があるんですよ、あー、なんかあれ面白そうだよね、異星人がいてそいつはもう人間食うんですよ、うん、でだからその人間を食糧としてその配給できるようにやってるみたいのがあって、うん、そいつらの話では、うん、そいつらは、別の星からやってきてるんですよ、
別の星でもう資源を食い尽くしてしまったんですよ、うん、だから新しい資源を求めて、うん、そのいろいろ旅してたら地球ってのを見つけて、うん、猿がいて、うん、猿がいるやないかいと、うん、でこいつらだったら食料にできるっていうことで、うん、猿をちょっといじくって人間にしたって言われてるんですよ、うん、なるほどね。だ結果面白い話なんですけど、うん、そのいわゆるじゃあ神的な存在になってるってことやっぱだからその始まりがないってのもそうなんですけど、うん、やっぱあるんじゃないかとその、うん、別世界のだこの地球という、うん、この宇宙という物語を作ってる人がいるんじゃないか説もあるわけですよ、うんうん、でもそいつらも何なのってなってくるんですよ次は、うん、そいつらの始まり何なのになってくるんですよ次は、うん、めんどくさいんですけど、うん、だ一番僕が好きなのは猿って絶対に人間に進化する過程がおかしいんですよ、うん、あよく言う話になるじゃないですかこれって、まあね、絶対に進化論として進化論としてちょっと急激すぎるんでしょ。そうそうそう、だからここいじられてると思うわけよ俺真面目な話誰かに誰かに何かしら虫もそうじゃないですか虫もそのにこのせ今地球に存在する生物の中ではありえない構造をしてるんで虫だけうーんあんな構造ないからうーん虫だけねそうなんだ、まあ、虫はもうねあの本当隕石と一緒に来た説があるんですけどあー違う星からそう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 、まあ、今の元氏の話を全部かいつまんでちょっと説明するとミッシングリンクってやつで、はい、この、進化の過程のこの不景から外れて急に出たこういう、突然変異的な突然変異的なものを説明、うん、うまく説明できる理論が今のところないと。なるほどねミッシングリンクってミッシングリンクそうそうそうおかしな話をしてるわけですよ今の世の中って、うんうんうん、でもだから僕らはそんなのを考えずに、うん、もう生きるしかないんですけど、うんうん、だからねおかしいさだってどう考えてもまあ言いたいことだからだからもうなんかお前の話聞いたら結果的養子化システムでしょだからそう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 、ね、ゴールのない的養子化してるわけゴールのない的養子化スタートもないそうそうそうそ う, そ う, そうおかしな話をしてるわけですよこれをずっと稽古場で聞かされるんですよ二人っきりで二人っきりでよ、うん、脳が溶けそうになっちゃう溶かしてやろうかなってでもスタートのこの、ビッグバンっていうのは、うん、うまく説明するとすごい面白いことよ、はい、うまく説明してもらいましょうせっかくだから詳しい、はい、せっかくだから、はい、ビッグバンっていうのは要は、うん、無の状態、うん、空間も何も物質も何もない状態から空間とかを生み出した現象、うん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 、だからその無という存在をそのね無なんすけど、うん、無なんすよ無なんすけどもってねやっぱまだ納得まあいい難しいですけど言いたいことわかるでしょ俺もいやえまあ無がもうお前の中で理解できないとかもう無がは理解できないっすね僕はだから要は人間ってなんでそれを理解できないかっていうと要は宇宙の外って無かもしれないんだけど、うんうんうん、その宇宙の外に出る手段が今のところないんですよ、うんうんうん、でしかもそれは出るだけじゃなくて知ることができない、うんうんうん、だから僕らのもう知能不足ですよもう単純な発想力の限界なんですよこれは、うんうん、僕らのね無という概念をその一つの概念として捉えきれないやっぱりまあ単純な発想力の乏しさですここは人間の人間っていうかその 今現状の地球上のね、うん、考え方では、うん、でもビッグバンに関してはほぼほぼ確定的ビッグバンっていう現象が起こって宇宙ができたっていうのなんで確定してるかっていうとこのビッグバンって理論は約50年ぐらい前に初めて出た理論で、うんうん、これはあくまで数学的に遡っていくとある一点に収束するよね宇宙って広がってるからじゃあその一点に収束するっていうのはどういう現象なのかっていうのを数学的に表したと、はいはいはい、となるともうビッグバンしかないねっていう、はい、逆算だわけ、はいはいはい、それも分かります言いたいことは、はい、だそのね難しいとこだから面白いわけですよだから宇宙ってうん、宇宙ってバチクソに面白いんですよ、うん、やっぱりこの太陽系ってあるわけじゃないですかありますよ水金地下木土天海ってあるじゃないですか、うんうんうん、で11惑星ですか今、うんうん、8惑星です9かバチクソに少なかったです 8惑星8惑星です、うん、天王星ガンマかなかったでしょ水金地下木土天海海か海明か海明か冥がもうなくなった冥が冥王星がなくなった冥王星は準惑星というものに落ちました、はい、っていう中ですよ、うん、水金地下木といった中の、うん、地球ですらもう大変してるのに火星に行くこともできない、まあ、できてますけど、うんうん、っていう中さらにそのこの太陽系という惑星の塊自体の、うん、さらに外があって、うん、さらに星もあると、うん、こんな面白い話ないんですよだからだ お前のあと一個言ってたのが俺たちは誰かの物語説だろう。いや面白いっすよね言ってたんです誰かの物語ですよ僕は
だから僕たちが漫画読んでその中に登場人物がいるように我々も描かれたものなんじゃないかって、そこの発想に行き着くってことはそこに行き着くんじゃないになるか、それが実際あるんじゃないかと、そう、うん、可能性としては全然ありますよ、うん、でも今最新理論で似たようなのあるよ、うん、ホログラム理論って言って、はい、実はあの宇宙という空間の中に投影されたあの立体映像なんじゃないかっていう説です、この世界が、この世界が、はあ、っていうのも、ブラックホールって聞いたことあるでしょ、はいはいはい、ブラックホールっていう天体の、 あの事象の地平面っていうものがあって、もうそこに行き着いてしまうとブラックホールの重力に捕まって二度と出ることができない境界線のことを事象の地平面っていうわけ、はい、実はそこの事象の地平面の表面にはそこに落ち込んだ物質とか物とか全ての情報が残ってるっていう理論が今数学的にあって、ほう、それをファイアウォール理論っていうわけ、はい、そのファイアウォール理論ってことは、うん、じゃあその表面のデータを取れば宇宙の全てが分かるよね、うん、なるほどね、じゃあこのデータが残ってるってことはそれを投影するホログラムがあるんじゃないか、はい、だから宇宙、この宇宙自体もブラックホールの中なんじゃないかっていう風な逆説的なもので、今あのこのシミュレーション仮説っていうのがあるんです。へえ、面白い、面白いですよ、面白い。じゃあもうこの世界自体がブラックホールの中のもので、そう、元々吸収された情報の中のものの一つがここなんじゃないか、そう、だから自分たちは実際は全部ホログラムじゃないか、なるほどね、面白いですね、とかもあるよ。似たような形で海なわけですよ。できな？そう。あのやっぱ僕らって、うん、あの見えないものにやはり恐怖を覚えるんで、やっぱ海ってもう相当解明されてないんで、はい、バチクソに深いじゃないですか。バチクソに深いですよ。バチクソに深いじゃないですか。バチクソに深い。あれタッチできたことあるんですかね？まだないっすよね。そこに？一番そこって。一番そこ。絶対無理ですもんね。水圧で死ぬでしょ。水圧でまず死ぬか。だから、潜水艇、専用の潜水艇でしか潜れない。マリアナ海溝。一番下まで行ったことはあるんですよ。あるあるある。あるから。だからそこぐらいですよね。真っ赤っすよね。うん、真っ赤。わけわからん生物いっぱいいるね。死ぬほど面白いっすよね。深海は面白いだろうね。面白いだろうね、うんうん、でちなみに深海にいる生物は酸素を必要としない生物も多い。だからそう、ね、面白いんですよ。だから、うん、面白話してるんですよ。生物のね、源で、源とかもう本当にエネルギー源じゃないですか、基本的に。今食事いらない生物も多い、うんうんうん、どうやって生きてて、どうやってこうなんていうんですか、繁殖してるのかね。あの深海には熱水噴出口っていって火山の噴出口があるんだけど、そこの熱水とか利用して、はい、あの生命活動してる生物とかも結構多くて、うんうん、でそれがめちゃくちゃ増えてると今度それを食べる生物が出てくる。なるほど。っていうこの繰り返して、あの、はいはい、結構プラントがあったりとかする。なるほどね。だから意外と深海も結構あの生物いっぱいいるっていう。なるほど、ね、いですよ。面白いですよね。正解がないからね、うん、これに関しては。ちなみにさっき の, あのビッグバンに関してだけど、うん、そろそろ実際の画像で ある程度のことが分かってくる、うん、今宇宙望遠鏡が今打ち上げられて、うん、そろそろ稼働します。へえ、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。なるほどね。おもろそうですね。面白そう。いやだから、うんうん、たまにはこんな真面目な話もしてみるもんだなと思いながら。でも本当にしゃあれですね、性に合ってないのが分かりますね。いや僕は好きなんで。あなたは好きですね。そうそうそう。チャンさんも好きなんで。うん、そう俺だけってことかもしれないですね。帰ろうか。分かんないですけど。帰ろうか。分かんないですけどね。いや面白いですよね。こんなのね。おもろいですよ。だからそのやっぱ都市伝説ってやっぱ面白いな。あ、まあ、都市伝説はね、だからもういろいろさ、まあ。イベントもやってキャンさんも来てもらって、あなたも公認ギャラリーがいたじゃないですか。僕はギャラ入るんですよね。わかんないです。わかんないです。あの、うん、後で言いますね。ちょっとはやってしてるんで。何がですか？何でもないです。え、後で言います。僕も今も思い出しちゃって。何を？大丈夫です。なんか悪い話ですかこれ。悪くもないですし、良くもないんで、なんとも言えないです。なんすかその気持ち悪いやつ。だから今思い出して言っちゃったけど、あ、違う、多分ダメだと思って。すいません。マイクキレキレ。ダメだ。放送が終わるだろ。耐えきれない。解除。ね。下ネタを解除したけど。あの今日、うん、カープボーイさんがめっちゃこの宇宙の話に食いついてるよ。いやー、おっちゃん好きだもん、こんなの。こんなのな。こんなのおっちゃん好きっすよね。こんなのの話か、麻雀の話しかしないです、我々は。そう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 。これを音声にして全部売ってるんですか。すごいよ。うん、熱量すごいな。熱量すごいな。ありがとうございます。一個なんかあります？興味深いの。興味深いのは、まあこれね、キャンさん確かにそう、そもそも数学って人間が作ったものじゃないのかな。それで宇宙の年齢重ねる、うん、重ねるのかなって疑問もあるけど、どこんだけ広い
って言われてるのに太陽系以外も数えきれないぐらいあるくらいくらいでしょう。確かに。だから数学という概念自体が人間が作り出したものだから、それで測れるのかっていうことも確かにね、うん、思うことは確かにありますけどね。でも数学っていうのは全てを表現できる数字でもあるんですよ。うんうん、要はパソコンの中の世界、インターネットの世界、数個の映像を作り出したりとか、うんうん、バーチャルな空間作ることもできるっていうのも全部数学の力なので、はいはい、数学っていうのはあくまでだから、もともと数学って宗教なんですよ。ほー、ピタゴラスが解散、うん、はい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 、はい、だから数学っていうのは、うん、まあ、太古の昔はも何かを知るための手段として使ってたものだけど、うん、ある期を境にそのピタゴラスが数字ほど美しいものないよねって、あーね、この美しい数字がこの世界を全部支配してるんだよ、オンロインスだからその、うん、これも何を1から10まで数えとんねんって話だって、うん、面白いわけよやっぱりその、はいはい、いやもう僕らからしたら普通ですよ1から10っていう、まあ、まあまあそうですよ、1から0の間でそれ100いいねがどうのこうの言いますよなんだけど、うん、まずそれで何かしらを測ってるってのも、うん、やっぱすごいなって思うし、そのもうな元をな1から10っていうのを基準にしたことがな、まずなこれなぜ1だとするのかっていう話なんですよ。もうね、だとしたら0の理論もあるからな、おもろいですよねっていう話なんですよ。こんな話は中田敦彦の YouTube 大学で見てくれチャンネル変えてください、ね、皆さんね、チャンネルを今すぐ、はい、あ、今日 YouTube 流れてないんでした、あ、そうでした僕らのせいで申し訳ございません。こんな話するからだよじゃあ一回 CM 挟みますか。そうですね、はい、じゃあ一回 CM です、はい、2本お願いします。2本ね、じゃあ今で聞こう、さっきのやつ気になっちゃったから今マイク切るよ、はい、オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ FM 技能アンカー生放送でお送りしております。これさっき聞いたやつは言っていいんでしたっけ。ダメです。ダメらしいです。バカですか。すいません、ダメみたいでした皆さん。なんで力になれずにすみません。 CM の間もマイク切ってって話してるのにオンになって、全てがオンになって言えると思った、うん、皆さんすいません、僕の力不足でした。関係ない。あの今日、うん、その営業が、営業、はいはい、僕は配信の仕事言ってた、その、まあ、別に内容言っていいと思うんですけど、うん、そのまあその今ちむどんどんなり、うんうん、50周年なりでいろいろあるじゃない、うん、だその沖縄の魅力を伝えようみたいな、うん、中南北部みたいなのがあって、うんうん、で中南北部、まあ、うん、伊さん、慎吾さん、まあまあさんっていう感じで、うん、北中米じゃない北中米北中なんですね、北の国と中国とアメリカ、まあ、なんかわかんないけどベネズエラが出てきちゃって、北中米ベネズエラ中米なんだっち、ああ中米ね、なんかわかんない、はいはい、みたいなのがあって、はいはいはい、まあ、それのをなんかそういうね、うん、そのなんていうかな、まあ、配信みたいな、うんうん、ちょっと難しいんで、うん、
ちょっとつまみますけど、まあ、配信があって、はい、で中継で中地くんが行って、うん、いましたね。なんか僕インスタかなんか見ましたよ、はい、その今回ちむどんどんもあるということで、はい、あの朝ドラ俳優ゆういちろうがとしてオファーが来て、はい、朝ドラ俳優のゆういちろうくん、その結果沖縄の今のバスの利便性を伝えると、うんうん、だバスで名護まで行って、うん、やんばるもですよ名護から、うん、まあそのまあいろいろなタクシーなりなんなり使って、うん、そのロケ地まで行くと学 学校まで行くと、うんうん、っていうくだりがあって、やっぱ彼はやっぱこういう時強いわけ そうですよ。やっぱ彼の朝ドラ俳優ボキャも最強なんで、今いや最高ですよ今で、あの本当に面白いなと思ったのが、うん、そのもう本当にラスト、うん、もうこの配信のラストね、うん、その中地がもう着きましたとやっと、うん、おおやんばるまで、うん、であの名シーンが見れるんですかって話なわけ。なるほどね、見たいですよ。本当にあのロケ地そのままなんで、まんまでしょ、おおってなるわけですよ、うん、それなる中地いたよなってなるわけ、うんうん、いたよなって、母校だよなお前のと、そう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 、うん、でももうこれ終わったら、うん、スタジオ引き取って、うん、エンディングみたいなぐらいだったんですよ、はいはい、もう最後のボケですよ、はい、中地が位置について、うん、よーいドーンつってめっちゃダッシュしよったわけよ、うん、であの終わり方が、うん、あいつが走ってる中、うん、そう遠いやつを中地を映しながら、うん、ということでみたいな終わり方して本当に説明してんのか僕の力不足で申し訳ないんだけど、はいはい、あれほど面白い絵なくて、しかもあいつなんかインスタかツイッターかなんかで見たら、うん、わっきゃから赤いジャケット着てた、なんかマイケル・ジャクソンみたいな赤いジャケット着てあれ本当に今日の中地ピカイチでしたよ、ずっと。いやいや中地くんはずっとピカイチです、最高に面白いなと思って、中地さん最高、今日の中地はちょっと皆さんに見したかったなっていうぐらい、なんか見れないのアーカイブとかで、あちょっとそういうことじゃないじゃないんだ、そういうことじゃなくて、そう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 、それがでちょっと皆さんに見せきれるのができないということ、中地のインスタライブなんなり、ね、インスタライブって見れないのかアーカイブ、人による、残す残さないが、残せるとかあるんだね、うん、はい、面白かったっすよ中地も今日見たいっすね、中地面白いっすね、あの学校借りたいっすよね、借りれるんじゃない、一応なんかロケ用らしいっすよ、そうですよ、うん、だからこっちの問題が発生するわけです、いくらお金出して、うん、あの本当にあのモコどんどん取るつもりで、モコどんどんと、いやもうあれですよ、ペイデーの学校コント全部あそこで取れますか、はい、そしたら、ね、でも死に遠いっすよ、死にとか、みんなで一泊二日であのロケぐらいの感覚、もうロケであそこで泊まり込みで取るみたいな、モコどんどん取りましょうよって、モコどんどんね、そうそうそう朝ドラ俳優出てもらって、ね、そうそうそう、陸上部員で本物出して位置についてよーいピーって言ったらお前が誰出してするだけ、もうこどんどんしようかなで走って戻ってきたらちむどんどんするってで三浦大知に歌ってもらって、しょうがない絶対無理だよなめんな三浦大知お前で中地が生意気やすさって最高に最高だろうな下りまでね、中地はもう出ないのかな、もう東京編行っちゃったみたいですからね、もう中地は出れないのかなもう中地は出ないんですか、アイモコどもど何言ってるか分かんないですけど、はいはい、本当にすみませんでした、モコどんどんが多分言いたかった、アイモコどんどんが多分言いたかったんでしょう今日も本物ということで、今日もありがとうございます、本物でいつもありがとうございますこれはそろそろ怒られるんじゃないかな、怒られることはないか、怒られないでしょ、怒られないですか、怒られるじゃん、怒られるんだ、怒られるって何、何ねそれ、シンプルに名前読んだだけならね、その、うん、カレンにだから昨日もいるって聞いたから俺、中地が事務所に昨日、ああ昨日、うん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 、もう中地にノンアルコール差し入れしたんですよ、はい、相当優しいじゃないですか、そのビールじゃないっていう、うんうん、ノンアルっていう、うん、ライブも終わって頑張ってんだろと、うん、武漢を、うんうん、いないわけですよあいつと、だ今日のあマイケル・ジャクソンみたいな格好するために、そう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 、仕込みがあるんで、だ今日行ったじゃん、あった時に、うん、そのお前いやいると思ったから、うん、俺差し入れ持ってったんだよみたいな、うんうん、ちょっとへこんでました、知らんよやった、いやーがいると思ったから、うん、そうそう俺はもうそうそう、まあ、お前のもね買って、うん、でもうついでになんか、まあ、頑張ってるし武漢も、うんうん、でねちょっと面白いなと思いながら、うん、ノンアルコール持ってったらいないわけで、うん、あやと思って、俺が飲んだけど、そう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 、で次の日あったらなんかちょっとへこんで、うん、あやってなってやりたいな、だからその中地に、うんうんね、ちょっとできてないんですけど、すいません、僕らもちょっと会場動けなかったんでいろいろあってね、そう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 、来週こそやりたいと思います、来週こそやりたいですね、来週こそあのビールを持って六缶パックですよ、六缶パック買って中地のとこ突撃して、はい、麻雀行くついですよ、はい、そうですよ、中地のとこ来て、うん、中地飲むかと、うん、
でも飲むんだったら、うん、今飲めと、うん、帰りは俺たちは送らないと、うん、そして隣でタイガーグビグビグビって飲むって飲むっていうのをやりたいなと思ってます。お前が飲まんとどんどんタイガーが飲んでいくよと、タイガーがどんどん開けるよと、ただの嫌がらせですよ、ね、よく考えると震えて震えて死ぬはずな。あーってあのうおーボシャーってやつ、あいつのあの震える時のあの両手こうやって、あれ面白いな。あれ天才なんだよなあいつは、本当に本当に確実に沖縄一ですもん今。一ですね、あれ。あの受けの技術は彼が沖縄一です。うん、確実に一番です、あれは。なんででしょう、なんで中地ってあんなにあんなことされてもかわいそうに見えないんでしょう。最初もうそれも才能だっけ、もうそれも。芸人としての才能では、あれを、なんか、いやいや、かわいそうだよって見せないってのがもう彼の才能。そうなんですよ。日頃の、だからあいつのそういうね、振る舞い方ですよね。そうですね。そこのためにやってるんだ、あいつ、ね。そうです。だから浮気も そういうことです。そういうためにやってますから、そういうためにあいつは浮気してますから。お前はそれをされても当然だと周りから思われるように浮気もするし、ね、タバコもするし、酒も飲むし。芸人だな、本当に。うんね、風俗も行くし。かっこいいな、あいつだ。あいつかっこいい。芸人だ、あいつ。あいつ芸人だ、かっこいいな。尊敬しないといけない。かわいそうだ。あんないい子なのに仲間じゃな。死ぬほどいい子だよ、仲間じゃな。死ぬほどいい子ですね。麻雀もできるんだろ。見たいっすよ。いい子ですよ。だから中地は置いといてこんだから、中地の彼女と打ちましょう。よく僕も中地んち遊びに行くんで、うん、そう分かりますけど、うん、とってもいい子ですよね。いい子ですよ。とっても。なんで僕なんか知らない。じゃ真面目なんしさ、はい、なんで分からないのかな。相当でも中地に聞いたっけ、なんで分からないのって言ったら、あいつまたは振れてんすよって言って、いやバチクソにいい子なんですよ。いい子ですよ。そりゃ我々の前でね、そりゃまあまあなんかもしれんけど、中地の話聞く限りでもいい子なんですよ。やっぱりいい子ですよ。なぜここまでされて、うん、やっぱそうだけ中地って、でもその辺のアフターフォローすごい上手そうなんですよ。中地ほんとに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 あのー、もうほんとせこい男ですよね。あの男ずるいですよ。ずるいっすよね、あれね。ちょっとあごれてるのに、かわいそう、かわいそうに。でも本当上手なんですよ。女性の、この気配りとか、でも浮気してないやつなんですよ。俺なんかにもでも上手だもん。ああね。ね、ちゃんとあいつぐらいですよ。ちゃんと誕生日とかにおめでとうございますみたいなメールとか LINE くれるのって中地なんですよ、うん。意外に。僕は来たことないですけど。マジですか？僕来たことあるんですか？だからそうなんかそういうのがあるんじゃないですか、なんかあるんです。なんかお前だってお前だって思うと言わんと、雲も殺してくれるし、雲も殺してくれる、送り迎えもしてくれるし、送り迎えもしてくれる。で、酒とかもなんかいろいろ奢ってもらえるわけでしょ？俺執事。だからそう。だから話したくないってお前のこと。あ、ワンちゃん俺あれなんだ、じゃあ本当ワンちゃん女だったら抱かれてる。お前のこと話したくないってよ。そうなんだ。中地からしたら、うん、読んだら虫殺しに来てくれる先輩だから。ちょうどいい。ちょうどいい。怒られないちょうどいい先輩。怒られないちょうどいい。先輩な、あ、いいよ、行くよって言ってくれる。おかしな話ですよ。だから話したくないわけよ、お前のこと。なるほどな。そう。いや、お前もほら、結構おあさ、おごってもらったりとかするさ。あ、まあ、だから僕らはね、そういうなんか、うん、もうお互いクソ同士なんで。ああ、なるほどね。そう。別に、はい、言われないことによって、別になんか、なるほどね、まあ、言われてるかもしれんし。ただ、まあまあ、毎年言われてるかって言われたら。毎年とかじゃないです。なんか、相手ね、気の利いた LINE をね、送ってくるんですよ。こうだ、俺が体調悪くてダウンしてる時とかも、ああ確かに体調とか悪かったら必ず来る、確かに来る確かに来る、あいつぐらいっすよ。確かに後輩で、うん、あ、まあデコボコくれるよ。ああデコボコも来る。両手とか帰る、両手とか来るけど、まあ手っても後輩損害しかないからもう。そう中地に関してはワンちゃん同期だしな、一応扱い的にはな、年は下だけどな。こんなしてやっぱりね、女性をそういう気持ちにさせるんだな。だこういうのをだから男にできるってことは、女性によって余裕でできるわけ男にできるもん な男にできるんだから、女性には余裕で、もっとやりますから、余裕できますよ、はい、女性が出ますよ。この前ずっと彼こっちでピロートーク話してましたから、ちょっと皆さん気をつけてくださいね、本当に。中地には気をつけてください。優しくていい子なんですけど浮気はしますんで。このラジオの救いはですよ、この時間多分聞いてないです。なぜなら彼らはゴイクエイシャワーを聞いてるから。我々がどんな匂いがバレないんです。中地一回呼んでちょっと、うん、でもダメか、かぶってるな。かぶってるよ、かぶってるのはダメか、さすがにね。よろしくないか、できない、一緒できないな。30分、今1時間か。じゃあもう絶対聞かれることはないんで。そう中地をもうここで公開処刑するっていう、うん、いや公開処刑なんかしてダメですよ。処刑したらダメじゃないですか。何するんだ、処刑をしないですよ。いかにすごくてあなたいい人ですねっていうのをみんなお伝えしないと、やっぱ中地の良さを。
みんなに優しく、だから優しくて気の利いてね、うん、でこう差し入れとかもしてくれるわけですよ、うん、でも浮気はするよねって、でも意味はいい子だよねっていうのはやっぱりみんな伝えないといけない ね、中地のいいところをみんなにもっと伝えていかないと、うん、沖縄の良さをね今知ら、あのみんな50周年ね、うん、やってるわけですよ。で我々だって中地のことをもっとそうに PR していかないといけない。中地も8周年ですから。8周年、中地も8周年で君はすごいんだと、 かっこいいぞと、ね、女性に対して気配りもしっかりできる男だと、ね、だ先輩付き合いもしっかりできる、ね、ただ浮気するだけだ、 ただ浮気するだけだと、うん、そんなの気にしないでいこうと、気にしないでいこうと才能だよな本当にな、それに全て詰まってるからな、それがいいんです。であいつ一番ラジオしてるもんな、あいつが。でも言ったってあいつが一番仕事してるんじゃない。仕事してますよ。で今デコボコもしてるか。まあでもメディア系が多いのは中地かな。中地ですよ圧倒的に。メディアで喋れる人間なのかと思ってますよ僕は。僕も思ってますよ。ラジオ部聞きだからこいつを喋らしていいやつなのか本当に言っちゃいけない話いっぱいありますからね。3から4の話とかね。3から4の話いつだ。これが解禁される時ですか。ないですよ。いやもう僕らの実力不足ですよ。これをお笑いにできないっていうのが、うん、いやあの僕たちはお笑いに笑いますけど、うん、あの世間が許せない別に犯罪とかではないんですけど、犯罪ではないです、犯罪ではないです、犯罪ではないですけど、あのなんていうんですかね、人としてね、うん、あの人としてというか、まあ、うん、今後の彼の活動に相当かかってくると思うんで、本当面白いですよね。彼を見る目が相当みんな変わってくると思うんで。かかずたかだいも面白いですからね。かかずたかだいはある程度言ってるんです。かかずたかだいは名前まだ言ってないんだよ。名前は出してないんだけど、女性絡みであの手までは言ってるんだっけ。言ってます。あの年齢について自分で話してます。女性タレントまでとは言ってる。あお言ってないんですっけ。言ってなかった。言ってなかった。じゃあすみません皆さん忘れてください。言ってましたよ。言ってましたっけ。言ってましたよ。言ってましたっけ。言ってましたもん。もうあいつ多分あれはいいと思ってますだから。あいつ多分もう擦りまくってるね。そう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 。別にしかも何かあったわけでもないですし、ね。別になこれ何もないんですよ。うん、ただ俺らがかかず高台っていう面白パッケージにしてるだけで。パッケージにしてる。別になん別そんな面白。中身は普通です。普通。普通でもないですよ。まあまあでも浮気じゃないんで全然。浮気とかその。中地がそんな悪いかって言ったら悪いよ。別に悪くない。ただかかず高台っていう面白パッケージが面白パッケージと中地が悪いように見えるように喋ってる。そうそうそうこれは大丈夫です。これはごめんなさい、あの、うん、皆さんこれかかず高台に関しては中地くんそんなに悪くない。そんな悪くないです。普通です。普通、うん。普通でもないですけど。うん、まあどちらかでも本当に普通な。中地の方が被害者っちゃ被害者ですけど、ね。まあまあまあ、まあ、これを僕らが中地が悪いかのように。悪いかのように。我々が偽造隠蔽もろもろして。お笑いってこれなんで、うん。パッケージングして出してるだけなんでね。参加ではまあ中地が悪いですよ。中地というかそうですね。うん、中地が悪いです。中地悪い他何がある中地の。でもこんなもんじゃないですか。こんなもんか、うん、あと与那国さんの話からです、ね、与那国さんもあれほぼ言ってるから、ほぼ言ってるけどね、まあ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 、ただ大体中地の悪い話って酒と女が絡むんですよ、うん、あいつなんか私生活新宿スワンみたいな生活してるんじゃないかなと。中地な、うん、おいつか誰かに刺されるかなと思ってるわけよ中地は。ワンチャンな、ワンチャンあるよな。刺されるか新宿スワンみたいな本当に生活してるから話聞く限り。あいつは松山スワンしてるよあいつか刺されるかなこいつと思うんだよな俺、うん、気をつけた方がいいなと思うんだけど、刺されはしないと思うけどなんか、うん、変なところで変なのがバレそうだよ ねえ、まあ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 、でそのたまに中地から聞くあの帰りのクソみたいな話も面白いですよ。そうなんですよ。中地がたまに提供してくれる、うん、帰りのクソ、帰りのクソエピソードも面白い。帰りくんも彼も最高なんですよ。帰りくんもなかなかでしたからね。僕も聞きましたけど、その聞きましたあの、うん、はい、あれもう最高最高。あなたそれこそマージャン行くとき車の中で楽しそうに話してたじゃないですか。もうこれはねやっぱ帰りの真骨頂だなって、うん、いやもう帰りのメンヘラが全部出た真骨頂だなって、はい、これが帰りやすい。これはもうそのこのまま伸ばしていこうと俺は思ってる。もう治らないんでこれ。帰り浮気はねもしないんですけど、ただシンプルにメンヘラですメンヘラなんですよシンプルに。彼はでいながらメンヘラを製造するんですよ。彼すごいんです。製造元ですよあれ。天才なんですよメンヘラ工場に。工場長メンヘラのくせにメンヘラにするわけよ女の子。あだからメンヘラだからメンヘラになるんですよ。あまあそうなんかな。メンヘラがメンヘラを作っているんでこの世の中。あなるほどね。人間が人間を作るのにメンヘラがメンヘラを作るんでね。なるほどね。ああ俺もそうなるのかな。なんでメンヘラでしたっけ。俺童貞は童貞作らないですよ。うマウーンってなってでそうなってくるとやっぱりりょうとくんももうほんと最高な話いっぱいあるわけで。りょうとくんもいっぱいありますよ。で今童貞って言った。あもう終了しました。さっき解除したじゃないですかチーンっつって
500円取りますよ僕でも最低最低なやつら本当に。でだからそうなってくると、うん、タイガーも面白い話いっぱいあるし、うん、森みっちゃんも面白い話いっぱいあるし、だそう考えるとみんな人生豊かだよな。俺なんもねえなと思って。いやお前もいっぱいあるよ。なんもないだろ俺は。いっぱいあるよ。なんもないよ。俺もあるさ結構。お前もいっぱい。俺も家の話いっぱいあるから。お前でも家島で号泣しながら星殺してた話ですよ。いやもうあんなの序章にしかすぎない。まあ序章ですけどね。本当にあの帯ぐらいで書けるやつなんだよ星死ねってやつなんでこんな綺麗な場死ねえそう考えたら落ち着いた方ですよね。いやだいぶだいぶ落ち着いた方ですよね。あの時相当メンヘラでしたからねやばかったよ。僕あのメンヘラの考え方がもう僕個人の意見ですよ。本当にもう腹立つんですよ。まあもういいよ。もう僕はだから、うん、最近亡くなって始めてるから、うん、一応なんかそれをやっと面白く見れるようになったんです。であの頃お前が率先して相談してた相手誰か分かる？カイリーです。製造元です。であなたの製造元です。俺カイリーです。そうです。そうです。であの時にカイリーとも高校一緒だから、うん、辿っていくと、うん、あの必ず同じ女の子に転がされてるわけよ、うん、なるほど。中華料理の女だろ。毎回中華の中華鍋持ってくる。元氏元氏はいいます。一応でも俺は何が悪いって分かってて飛び込んでるから。行きまーす行きまーすって飛び込んでな。そうそうそう、はい、で醤油チッてチャーどうもーはいっつって元氏一丁バーンなあの女に、うん、その女が一番悪いから。いやいい子ですいい子です。でもいい子です。そう考えるとな。でもいい子です。いやそういう風にも追っていく。始まりはこいつだ。お前の始まりがないでさっきからこいつが始まる。でもこいつを作って始まりがまたいるからな。いやオイルの面白い話も本当に NTR ですよ。やっぱり彼の面白い話ってよ。でも本人じゃないじゃん。俺が何かしたくじゃない。俺は何かされるんだよ大体。俺こういう時の悪運引くの本当俺なんですよ。本当におかしな話ですよ。そうですよね。しかも大体女関係ですよ。こんなのなんかいい思い出がないんですよ。だってね最近の都市伝説のライブでも、はい、あの彼女が彼氏と一緒に来てたさ。お前の彼女を、ね、彼氏と一緒に来てた。そうそうそう。二人で、うん、まただよ、ま、俺手繋いでんかなと思って。俺も思った。距離感手繋いでよ距離感。本当に完全にカップルの距離感だよ。また死にもらったもんあれ。またもう何回もこするけど、うん、キャンさんいて、うん、もうちょっこでったもん俺も、うん、やっぱあれ死に面白かったっすよね。いや分かりきってる上での、うん、彼氏と来てんっていう、あので、お前らも嬉しそうに笑顔で彼氏と来てんって俺にタバコ吸いながら聞いて。いやもうこれ言わんと、うん、で俺は俺でタバコ吸いながらまただよって。いやこれマジ言わんとね。これだってね俺とキャンさんでなんかお色にはちょっとかわいそうか言わんこうって見たのは意味わからんさ、うん、これこそ言わんと、うん、こんなのね、うん、なんのダメでもない。で俺がずっとその仲いい先輩らしいんですよ、うんうん、でまあ、ご飯行ったりするらしいんですよ、うん、まあ、あの2人でも行くしその他の先輩方も含めて行くらしいんですけど、はいはいはい、今日誰々さんとご飯食べてきたよみたいな、ああ彼氏ねって俺が言ったら彼氏じゃねえよって言いながら彼氏公認彼氏っていう謎の名前つけた。わ面白いね。その方秒読みです。秒読みですよ。え大丈夫。神奈川にとか住んでんそいつ。あでもあいやこいつは別に沖縄にいるからな。でも今後神奈川に行く予定とかない？ああ行ったらもう確定じゃん。確定室ですもん。フィーバーもう溜まれますよ。もうタン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 。右打ちしてください今すぐ。今すぐにローンです。それでもこれで2人で神奈川旅行行くなってたら僕ローンって言いますから。最高ですよ。ローン寝取られっていう。13班数え役なんじゃん。4万8000円。親でした。親でした。俺は彼氏だから、それは親だよ。俺親だったみたいです。4万8000円くださいって言うんですから。最高ですね。いやもう本当に我々も最低ですよ。ずっと麻雀とかこれギャンブルみたいなのに絡めてしまって。ギャンブルはしてないんだもん。ギャンブルはしてないですけど、まあまあまあ麻雀だけですかね。麻雀かけてないですからね。やっぱもうだそうなってくると、うん、やっぱタイガ兄さんも最高じゃないですか。タイガ兄さんもう彼もすごいじゃないですか。すごいですよ。本当にいい奥さんよねっていう。うん本当に。おかしな話ですよ。前回も。土曜日やばかったよ。我々が。じゃ土曜日ちゃって土曜日麻雀行くってなっちゃったんですよ。なったんすよ。でなんだっけ俺が次の日もいるからもう酒飲みたいと。で事務所で拾ってくれと。もう止めさせてくれと、うん、で。でその前にその前日のライブの準備があって、うん、麻雀さんとかでやってて、うん、タイガ来なかったんですよ、うん、まあまあまあいいよといいよ別に誰も怒らんしこんなの、うん、で
オイルに拾って、だから俺はてっきりタイガもこっち事務所来て一緒に行くもんだと思ってたから、うんうん、そしたらタイガいないよって言うから、えーっつって、うん、じゃあ家で拾うんかなと思ったらライカムにいるってこいつが知ってる、ライカムじゃないじゃない、パルコ、パルコ、パルコがパルコいるっつって、うんうん、でパルコ行って、うん、奥さんと二人でいるわけですよ。そうですよ。でどこついたよーっつって奥さんと二人で出てきて、タイガ乗って、うん、奥さんが見送るっておかしいさ、おかしい話じゃないですか。じゃあ俺ら知らんかったってそんなの。いや俺はでもワンチャンもしかしてと思ってたよ。俺はもう知らんかったから、あ、まあね、うん、ええー、と思って、いやいやパルコから帰ってきて乗ればいいさ、うん、そう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 、お前なんでお前直でパルコ、お前嫁一人で返してるもんだって。おマジで引いてこれ。新婚だろお前なんかと。いやでもそれを許すわけよ。そう許してなんなら奥さん、もう俺ももちろんもう8年何年も付き合いだから、うん、もう人知ってますけど、うん、もうあの人も頭おかしいから。マジでもうはっきり言います俺も、うん、あの人もやばいから。でなんかなと思ったら、タイガが持ってる袋からあの奥さんからこの差し入れですっつって、俺お茶となんかビールとお菓子とって、ね、いいいいいやいないいいいいいいよっつって、俺らですらあのまだちゃんと出してないんだから、何も何もやってないんだから俺らも。お菓子の話ですよ本当に。だそうだから、そのうちの彼女が、うん、そのよくスパイマンの差し入れするわけじゃないですか。はい、しますね。でタイガが大好きでめっちゃ持ち帰るんですよ、うん、そう。でこの前、うん、タイガからもらったのが、うん、その奥さんからその彼女さんにあげてっつってお菓子をもらうって言われた、うん、ああもうなんでこんなできた嫁とお前が、うん、結婚しとんねってなって。でもできた嫁だけどやっぱ頭狂ってるから見送るんですよ。パルコでバイバイマジでびっくりした俺、あれマジでお前ここで乗るばーと思って、ね、俺てっきり一人だと思った最悪。ああ俺もどっちかかなと思った。最悪先に返したんかな。いや先せめて先に返すような、分からんけど。お前ら二人で出てこ、二人で出てきてと思うじゃないんだよ。フラターやと思って、フラカップルやと思いながら、夫婦なもフラ夫婦やと思いながら、何やってるのお前らと思いながら、フラと言ってますけど大好きですよ。大好きでもちろん好きな上だけど、いやそこら辺の大阪だからこれ危険ですよ。こうなってきた、リョートさんの話聞きました、あなた。何ですか。将来的な彼の話聞きました。うるま市に土地買ってアパート建てて、彼が真ん中の部屋に住んで、周りの部屋に全員住ますんですよ、うん、クレイジーが集まってくるんですよ。クレイジーアパート出来上がるんですから。これタイガーワンちゃん死にます、そこに住みますから。あ、いやちょっと全員住ますって言って、怖さよ。や勝手に住まさない。うるま市だって交通の便悪すぎるもん、うん、俺もそう思って嫌だって言ったら、うん、いやだうるま市がいいって。大丈夫お前、あいつのあの男を、男でもあの転がされる、あれやられたらワンちゃんもすっていう。まあまあまあいろいろありますけども、でもあれですよ、全部の部屋に寮とか勝手に入ってこれますよ。ほんと嫌だわ。どうするんでしょうね。めっちゃあいつが見れない AV 見とこう。ずっとずっとあいつが見れないように、家の家庭環境どうなるわよ。子供とか生まれてみちゃすんだよ。だから だ今のところだからタイガ兄さんが一番その子供に近いわけで、まあそうですね、結婚もしてるし、できたらどうするんですか。できたらですか。もう麻雀なんか誘えんぞお前。誘わない。逆にでもあいつが誘うからな。今日は打ちますかってラインが来るから。本当にだ、これ今のうちにどうにかしとかんといけんもう。何が。そろそろ考えていかんといけんと思う、うん、まあ俺らも含めだけど、うん、でも打つんだろうな。よろしくないね。どうなんでしょうね。まあでもちょっと手が離れるまではそんなお誘いはできないですね。タイガが俺ん家でろうって言い始める。あか、ワンちゃん子供と一緒に来るかもしれない。子供にハイ選ばしてるかもしれない。あんな危険な場所で。そんな危険な場所いけない。危険な場所ですよ、僕らがやってるのアングラですよ。僕らが売ってる場所アングラですよ。いいえ、まあまあ明るいところで売ってますよ。あんなタバコスパスパしてみんな、ね、それはちょっとよろしくないですね、うん、本当に。まあ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 ということで、なら結果やっぱ芸人ってみんな頭おかしい。森光兄さんも最高じゃないですか。森光兄さんの あの待ち受けの話知ってるでしょ。あ、知ってますよ。あれもう一番面白いわけよ、はい、あれもうめちゃくちゃ面白いよな、うん、森光兄さんもだこの前、うん、あの僕は会ってるんですよ、その彼女さん。はいはいはい。ああってなった。なるほどって思った。なるほどってなった。でもね、これちょっと言えないですけど、なんか森光兄さんが、この前大平スタイルが、はい、うまく別先月ですから、はいはい、ゲストで来てたじゃないですか、はい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 、でケイちゃんさんと話してて、はい、その時の相談内容が本当にクズだなと思いました、こいつと思って。聞いてましたあなた。聞いてないです。あ、聞いてないですか。あとだったらしい。でそうなってくると、あのケイちゃんさんと最強のクズがいるんで。ああそうだ、あの人最強の KZ だったな。あの人最強の KZ だったよな。お前だって結婚式の二次会いたでしょ。いただろ。俺もうケイちゃんさんの話大好きだって。二次会いない。もうケイちゃんさんの話大好きだって。俺は結婚
の挨拶行く時の話は聞いた。ああとか、うん、とかあの雪山で捨てた話。雪山の話だ。雪山とあと内地の話だろ。内地で一時期羊のように働いてた時の話だろ。天才がいるんだから。あの人こそ残っとかないといけないんだ。何を燃やし合やってんだったらじゃないですか。ああケイちゃんさんがね、皆さんも分かんないと思う。初期の中運動にいましたよね、大平スタイルって、ね、一番最初の。あのケイチさんというあのバケモンがいるから隠れてるけど、ケイちゃんさんもなかなかのバケモンだから。どっちもなんだよあれ。ケイチさんはやっぱコントロールできるだけのやっぱスペックはありますよ、うんうん、なかなかのバケモンですよ、うん、バケモンじゃないと。本当に面白いですね。他に誰かいますもっと、まあ、わさびもそうですけど。わさびもそうだし翔平兄さんがすごいんで。でもまーちゃんさんの昔話本当にやばいっすよ。まーちゃんさんだ本当に、あの本当にやべーっすね。やっぱ芸人ってダメです。最高ですよ皆さん。はい、ということで、ありがとうございました。土曜日お笑い劇場が、ありますので、まだチケット買ってないよって方は、僕らの漫才が最高に面白くなりました、はい、みたいです。でさっきキャンさんに伝えたんですよ、はい、こういうボケしますって、はい、どうでしたキャンさん。最高最高って。あいつ大体悪いんです。でも今回ちょっと、はい、やっぱここは僕らの真骨頂感はありますよ、まあ、まあまあやったことないことちょっとやりますからね。真骨頂感ありますよ、うん、まあ、これ漫才じゃない論争とか本当に全員蹴り飛ばしますんで僕は、ね、何でもいいですよもうそれ。漫才なんて三八立ってら漫才なんで面白ければいいんですから。そうです、お笑いなんてね。はい、ということでお送りしてきたのはオードブル松田健吾とモコモコモでした。はい、来週も聞いてください。さよなら。今読みます。こっちで読みます。松健さん、もこちゃん、キャンさん、リスナーさん、こんばんは。山梨県ラジオネームひかりです、はい。明日ボランティア銭湯の発送作業のため、に、メール参加しますね。あ、じゃあ聞いてないということで助かりました。そんなことする。まず松健さんということにしました。はい、ありがとうございます。まあね、松健でいいよ、ね。うん、どっちでもいいですよ。さん付けをつけなかろうが。はい。はい、明日のデコボ、昨日のデコボコタレミのリックスモールでおじさんのことを今度なんて呼べばいいか聞いたらマツケンさんと呼ぶとカイリ君が言ってたのでマツケンさんと呼びにしました。1されると逃げされる。はい、お願いします、はい、ところで今日はセブンイレブンとローソン全国で沖縄フェアをしていて沖縄そばカップ麺を購入してオリオンビール購入したんですけどおすすめの沖縄商品って何がある教えて。 FEC お笑い劇場配信チケット購入したの楽しみにしてます。本日は僕ら配信乗ります、ね、乗りますんで、今日も放送最後まで締まりよ。ありがとうございます。奥多摩ごにぎりですかね。フェアでやってるんだったらそうじゃないですか。フェアでやってるポーク卵おにぎりはあんまり塩っぽくないんですよ。ああね、うん、塩気が弱い。私最近スパムになってから、うん、死にしょっぱいわけよ。俺ね、あのスパムのあのしょっぱさ、スパムのしょっぱさすごいよ。でも、うん、あれがやっぱりご飯と合うんですよ。スパムでも減塩でも辛いからな。そうそうそう、うんうん、スパムね、最近スパムになってるんですよファミマが。あね、そうそうそう、あれめちゃくちゃうまい。これ僕は大好きなタイプ。スパマーですか。そう、僕チューリップあるんですよ。僕スパマーなんです。あのしょっぱさがあのご飯と合うんですよ。スパムカリカリにする方ですか。あカリカリですか。ポークは。いや僕は違いますね。分厚く。あ、いいですよね。で、あの卵とご飯で、はいはい、あのしょっぱさを全部柔らかくして、あれが一番うまい。ポーク卵の食い方、あれが一番うまい。一番うまい。一番うまい、あれが。あとはうちの天ぷらとかね、うちの天ぷらいいんじゃないですか。魚天ぷらが僕は好きですけど、やっぱり。ああ、魚いいね。僕、一回より魚っすね。沖縄で何がうまいって言われたら、一応ポーク卵だな。だからその一回、そのてっぺんっていうゲームで、うん、僕らももう今公認なんで、はい、その公式がお金を出してくれるんですよ、賞金。はい。昔は自分たちで出してたんですよ、うん。で、一回、まあもう一回だけ、うん、またたまにやるんですけど、沖縄の特産品を送ろうみたいな、うんうん。優勝した子がめっちゃツイートしてくれてて、うん、どこかな、あれ。広島とかだったかな、うん、やっぱテンション上がるみだ、ちゃんと俺がこんな食い方があるよみたいなの言ったら、はいはい、ちゃんとやっぱ真似してくれて、そうそう、ルートビア飲めたらしいですか。あ、何送った。ルートビア、ルートビアそばのセットと、ポーク、うん、でサーターアンダギーの粉、粉さすがに物を送れんな。物を送れるでしょ。いや、いつ来るか分からんから。いやいやいや、いや、そうなんだけど。あ、来るか分からん。あ、送ってる。うんうん、持つよ、サタンで。と思ったんだけど、一応念のため。はいはいはい。とか、チンスコとか、アンパイですよね。だから、沖縄土産ですね。チンスコショコラが好きですけどね。ルートビア飲める子はもう本当才能がありますよ、県外で。ドクターペッパーとか飲める子は飲めるんじゃない。飲めるかな、うん、ドクターペッパーが一番目に近いっていうね。ルートビアめちゃくちゃ重いんだよな。僕
ダメなんですよね。僕めちゃくちゃ好きなんですよ、ルートビア。こいつと一時期エンダーでネタ合わせよくしてたんですけど、あの時めっちゃうまいかな。大好きだ。あの時学生の頃だから100杯チャレンジとかしましょう、永遠と飲めるから。あとおかしいから。でももう学生なんてもうルートビアさ絶対、オレンジ頼むやつはもうやっぱちょっと金持ち扱いですよ、頼めたんですけど、頼めたんだけど、ルートビアの方が好き、ルートビアの方が好きっていう特殊なタイプで、みんなやっぱルートビアで、時間稼ぎするから、そう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 、その中一人ウーロン茶飲んでる。いやールートビアがバチコイ。おい、しょうもおい、おいた。